それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。前回は拡張ユークリッドのご助法の応用例としまして、有理数の連分数展開、それから無理数の連分数近似の話題を扱いました。今日は中国徐陽定理の話題ですね。これも拡張ユークリッドご助法の応用例なんですけれども、中国徐陽定理を扱いたいと思います。で、テキストをお持ちの方は、セクション 4.8 ですので、63ページからご覧ください。で、まず、今日のその問題からですね、見ていきたいと思います。中国徐陽定理、英語で言うと、チャイニーズ・リマインダー・セオレムと言いますけれども、ちょっとこの名前の由来などについては、もう少し後になってからお話ししたいと思います。で、もともとの問題は、ここにありますように、R をユークリッド正域としまして、で、これに対して、この線形合同式というのを考えます。N と A と B を R の元として、で、AX と B が、N を法として合同であるという、この式ですね。この式を線形合同式と言います。線形というのは、これ、X に関して一時の式ですので、そういう意味なんですけれども、で、これを、その X について解くというのが、その、もともとの線形合同式を解くという問題です。で、この中国徐陽定理で扱う問題は、これを連立にしたものでして、連立線形合同式と呼ばれるものです。で、ここでは、以下のものを与えるんですけれども、まず、N1 から Nk というのを R の元としまして、で、これは互いに素とします。で、それから、あと A1 から Ak を、R の元とします。で、この時に、ある A、R の元 A を求めるっていうのが問題なんですけれども、どういう性質を満たす A かというと、Ni を法として Ai と合同であると。で、別の言い方をすると、その Ni で割った乗与が Ai になると。そういう A を求めましょうというのが、問題、この中国徐陽定理の問題であります。で、これが問題なんですけれども、実はこの中国徐陽定理という名前が示すように、この問題のよく知られた起源は中国にありまして、で、孫子という数学者がこの問題について記述したことから、孫子の徐陽定理とか、あるいは中国では孫子の定理とも呼ばれるそうです。で、ちなみに、今の TA の智さんが中国の出身ですので、中国徐陽定理は中国では何て呼ばれるんですかって聞いたら、やっぱり中国徐陽定理と呼びますということでした。あとはそのさっき言った孫子の定理ですね。で、それと、あと、こういう問題が考え出された起源というのは、いくつか、その数学史の本などに載っておりますけれども、例えば、当時のその暦のに関する計算に用いられたというような、記載を見たことがありますし、あとは、その、別な起源で智さんから聞いた話ですと、その、昔の中国で、その、兵士の数を、数えるっていうのがあったんですね。そのあるところに呼び出した兵士の数を数えるのに、その一人一人数えていったのでは、非常に、手間がかかるということで、例えば、何列か隊列を作らせると。で、隊列を作らせた上で、しかも各隊列の人数を数えていては、数えても並列処理はできるんですけれども、それもまだ面倒だっていうので、例えばそうですね、1列に50人プラスアルファ人ぐらいの人数を並ばせると。で、1列ごとの人数は、とりあえず50人強ということにしておいて、ただし、その列ごとにそのはみ出てる人数が異なってるような状況を考えるらしいですね。そうすると、はみ出てる人数を列ごとに数えていって、それで全体の兵士の数を数えられると。そういう方法で、その、
ちょっと、まあ、若干そうですね、問題設定が不正確かもしれませんけれども、そのような方法でその兵士の数を数えるように使われたという話もあるんだそうです。はい、まあ、いずれこういう問題がその、まあ、割と古くから、しかもこういうアジアで考え出されていたということで、まあ、今でも、まあ、この応用についてはまた別の機会にお話ししますけれども、この計算数学のいろいろな場面で応用されております。ということで、今日は、まあ、この問題をまず解くっていうのをちょっと中心に、まあ、論じていきたいと思いますので、まあ、これをまず定理の形で表してみました。で、まあ、N1 から NK と、それから A1 から AK が、まあ、先ほどのような状況で与えられたときに、次のことが成り立つというのがこの定理です。でまず、この R A ですね、R の元 A が存在して、で先ほど言いました問題ですね、Ni で割った乗与が、まあ、Ai に等しくなると、そういう条件を満たす A が存在するというのが、まあ、1つ目の主張です。で、もう1つの主張は、これ解の一位性に関することなんですけれども、もしさらにですね、この A' という R の元もこの合同式の解であるとするならば、この最初に出てきた解 A とそれから新しい解 A' の 間の関係というのは、方 N として合同であると。でここで N というのは、ここで上で与えられた N1 から NK の積なんですけれども、この、まあ、方ですね、線形合同式に与えられた方なんですけど、その線形合同式の方の積を方として合同になると。で言い方を変えると、そのこの解はですね、N を方として一時的に存在するということが言えます。というのを、まず今日はこれから説明しまして、で、授業の後半では皆さん実際に計算をやってもらおうという段取りになっております。ここまでいいでしょうか。で、その証明なんですけれども、まずですね、そのステップとしましては、次の性質を満たすその R の元 E1 から EK の存在を示します。で、E1 から EK というのはどういう性質を満たす元かというと、I と J が1から K の間を動くときに、この EJ をですね、この、まあ、Ni で割った乗与を次々求めていくんですけれども、Nj で割ったときだけ余りが1で、他の Ni で割ったときには余り割り切ると、そういう性質を持つのがこの Ej という数です。こういう EJ が存在するということを示します。これが証明のステップですね。で、これが言えると、そのなぜ、これが言えると、その定理の結論にどうやって導けるかっていうと、今の性質を満たす E1 から EK が求められますと、実はこの A、求めたい解 A というのは、その、与えられた合同式の乗与ですね。乗与の AI に、EI をかけたものを順に加えていけばよいと。まあ、ちょっと、また、計算例後でやりますけれども、まあ、このように、この A を、解をですね、A を作ることができるっていうんですね。でそうすると、この A というのが実は、与えられた、線形合同式の解になると。ということは実際にこう割り算をしてみればそれが分かるというわけです。で、ここまでですかね。ですので、とりあえず、まず我々の目標は、こういう性質を満たす E1 から EK を求めましょうというものです。じゃあ実際に、その、EJ がですね、存在とその構成法を説明します。で、ここに、その、各種ユークリッドの互助法が登場します。で、まず、N をですね、先ほどと同じように、方の N1 から NK の積と置きます。で、それからあと、Ni スターというのを、
こういうふうに置きます。すみません、これは、間違ってるな。これ N オーバー NI ですね。分母は NI ですので、直しておいてください。NI スターとして、この N を NI で割った、弦ですね。これを用意します。ちなみに、ここでの誤りはここだけで、その次の等式、その次の式は合ってますね。ですから、方の積で、NI だけを除いたものですね。それを NI スターと置きます。で、そうしますと、N1 から NK というのは与えられた方なんですけれども、これは互いに沿っていることを仮定しておりましたので、NI と NI スターというのも互いに沿となります。というのはよろしいでしょうか。NI に対して NI スターというのはこういう積なんですけれども、NI を因子に含まず、かつ他の因子はすべて NI と互いに沿うですから、その積も互いに沿うであるということで、NI と NI スターは互いに沿うだということに注意してください。で、そうなりますと、互いに沿うときますと、皆さん、分かっている人はピンとくると思うんですけれども、ここでその NI を法とする NI スターの逆減が計算できます。存在します。で、しかもこれを、これまでの授業でやりましたように、拡張ユークリッドの互助法で計算できるわけですね。で、この、NI スターの逆減を TI というふうに置きます。でそうすると、TI は、今の定義からですね、NI スターと積を取って、取ると、NI を法として1と合同であるということになるわけですね。で、そこで、この E の I ですね、E の I というのを、この、NI の逆減と、TI の積というふうに置きます。こうしますと、実は、この EI というのは、先ほどの星2つの式を満たすと。すなわち、NI で割ったときには、剰余は1になるけれども、I 以外の NJ で割ると割り切れると。そういう性質を持つようになります。まず、これでその EI の存在、もし、およびその計算法が示されましたが、ここまででしょうか。はい。じゃあ、もう一つですね、もう一つの主張は、その N を法として、解が一的に存在するということでしたので、それをやっておきますと、A プライムですね、A のプライムを、その、与えられた線形合同式の別の解とすると、その、まず、i が1から k に対して、まず次の合同式の値を打ちます。これは、もちろんそうなんですけども、a と ai が、ni を法として、a が ni を法として ai に合同であるっていうのが、その、もともとの解ですけれども、a プライムもこの法、合同式の解ですので、a プライムも、ni を法として、AI と合同になるということで、この合同式を書き換えると、これ NI っていうのが、ここはまだこのステップですね。このステップだと、その実は、各 NI を法として A と A' も合同であるということが言えます。で、そのことを言い換えると、2行目で、これは a-a' が ni で割り切れるということを言っています。で、これが i が1から k について成り立つということで、n1 から nk が互いに沿うというのと、この性質を使いますと、実は a-a' は、この項の n1 から nk の積でも割り切れるということが分かります。ここはちょっと、やや自明でないところだと思いますので、ちょっと皆さん各自考えてみてください。で、この性質をその合同式で書き換えますと、すなわち、A と
A プライムは N を法として合同ですと。まあ、そういうことが言えるわけです。ということで、このようにして、N を法として、解がですね、1位に存在するということも言えます。はい、いいですかね。まあ、とは言ってもですね、多分定理の証明を聞いても、眠くなる場合がもう結構あるかと思いますので、まあ、やっぱり定理をこう学ぶには手を動かすのも一つの効果があると思いますので、とりあえずもう例題を1問ですね、解いてみたいと思います。で、この問題はですね、まだ皆さんに紙の形では配布しておりませんけれども、テキストの3章にあります、問題 3.59 という問題を一部変えたものです。で、それでテキスト全体のファイルはマナバにありますので、まあ、興味のある人は持っていってください。もしくは酒井先生のホームページにも置かれていると思います。で、問題はですね、こういうものなんですけれども、A が、5で割った剰余が2で、6で割った剰余が3で、で、7で割った剰余が5を満たす整数 A で、まあ、比較かつ最初のものを求めなさいと。で、オリジナルの問題はですね、満たす整数 A を求めなさいということで終わってるんですが、先ほども説明しました通り、この線形合同式の解は、法の積を法としてたくさん存在しますので、この場合ですと、法が5と6と7ですから、その積っていうと210ですので、210を法としてたくさん存在しますので、とりあえずここではその線形合同式の解の中で、比較かつ最初のものを求めなさいと。これで1に求めてもらうようにしております。で、やり方を見ますと、先ほどの定理において、まあ、今回は法が3つの線形合同式、3つの合同式が成り立つ線形合同式ですので、N1 が5と N2 が6と N3 が7と、それから A1 が2で A2 が3で A3 が5だということで、まあ、これに対してその先ほど定理で述べました方法で E1、E2、E3 を求めて、で、あとそのまあ、合同式の解の中で、0以上210未満の値を持つ解を求めるというのが、この問題を解く上でのタスクとなります。で、それではまた今度は E1 からですね、順番に計算に入っていきますけれども、まあ、E1 を計算するのにあたって必要なものは、まず、法の N1 ですね。それからあと、法の積を N1 で割ったものを N1 スターと置きましたので、これが必要です。N1 スターは、210を5で割って42と出てきます。で、これによって、先ほどの定理からですね、N1 イコール5を法とする N1 スター42の逆元を拡張欲求と誤助法で求めるということになります。で、これは今まで、この授業で何回かやりましたように、拡張欲求との誤助法を、こう、ずんずんずんと計算していくわけですね。で、一応、詳しい計算過程は今日の配布資料にありますので、後で、皆さん実際に演習の時に見ていただきたいと思うんですけれども、こうやって計算しますと、最終的に、5を法とした42の逆元がマイナス2というふうに計算されます。で、ここでは、その、逆元を正の数の形に直しておきますと、マイナス2と合同、5を法として合同な元が3ですので、この3が逆元だということで、E1 はこの3に42をかけて、まあ、126というふうにしておきます。で、次が E2 の計算なんですけれども、これも同じように、法の N2 と、それから、法の積を N2 で割った値35ですね。で、これで、6を法とする35の逆元を、拡張欲求と誤助法で、まあ、求めます。で、これも、拡張欲求と誤助法で計算を行いますと、
この場合は、マイナス1がですね、この6を法として35の逆元になります。というふうに出てきます。で、これもやはりその逆元を正の数の形に直しておきますと、これ、ここも、もしかしたら、これは後々の計算結果に影響しているかもしれませんが、ちょっと先を見てみましょう。はい。で、今度は E3 なんですが、今度はその3番目の法である7と、それから、法の積を3で割っ、7で割ったかですね、210、あ、30か。30の、使ってですね、7を法とする30の逆元を、その拡張域と誤助法で求めます。そうしますと、まあ、ずっと計算していきまして、この時の逆元がマイナス3というふうに求まりますので、で、これもやはり7を法として、正の形で直しておきますと、4になるわけですね。で、それで、E3 は、4に30をかけて120になるということです。それでですね、一応A の値を計算しまして、まあ一応ちょっと公式通りに計算するとですね、まあ先ほどのようにその E1、E2、E3 が見つかりましたので、それに対して、あと A1 と E1 の積、A2 と E2 の積、A3 と E3 の積を、求めていくと、こういう結果になるということなんですが、どうも、さっきパッと見た感じ、どっかで計算ミスをしているような気がしたので、皆さんもし、誤りがあったら、また、ご指摘ください。指摘の度合いに応じて、点数を、レポートの点数を上げる場合があります。ここまで、質問ありますでしょうか。はい。ということで、あ、そうか。あと、検算をやってますね。検算は、一応、問題は、題は満たしているようには見えるんですけれども、ちょっとまた、後でチェックしておきます。ということで、ちょっと今日は時間が早いですけれども、時間が早いということは、もしかすると、今日のレポート課題は若干、時間かかるかもしれないということを見越しておりますので、少し早めに終えたいと思います。今日はですね、まず中国剰余定理の説明と紹介、それから、あと中国剰余定理のその拡張ゆっくりと誤助法を用いた解法について、説明いたしました。ということで、次回の授業では、有理数の再構成、テキストとセクション 4.12 なんですが、まあ、そこについて扱う予定です。ここまで何か質問ございますでしょうか。それでは、一旦講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。